ミートピア。お、4人目待ってたよ。これでこのね隣のの街を、冒険する仲間が4人揃いますね。どうしようかな仲間。じゃあ、決めました。どうしようかなと思ったんですよ。リアル友人とオリキャラの境目、一番ふさわしいのはこの人、シオ。うちの三宝じゃねえかよ。うちのチャンネルのね、モデレーターの三宝、シオちゃんです。オリキャラとリアル友人の境目をいい感じに調和する。シオちゃん登場です。どうもー。私はシオ。君がティラだよねー。なんかもうドラえもんみたい、ドラえもんスーツみたいなの着てるんだけど、気になるんだけど、俺。やったー、よろしく。そんなサバサバしてたのがシオ。あ、シオが仲間になったよ。一人だけドラえもんスーツ感すげえんだけど。イエーイ、シオです。よろしく。なんかこれも始めるとき見たね。よろしくね。一緒に頑張ろう。ところで、私はどこに行くの？良い質問です。では、アンラ、教えてあげて。どこなの？どこだっけ？みんなダンスしてますけど、大丈夫かな？まあ、その話は置いといて、みんな楽しく旅しようね。乾杯。ついに本当に大丈夫なの。その疑問ももっともだわ。うん。シオの初陣、えげつねえことあってんな。範囲攻撃誰も持ってないだろ、今回。馬でさ、鼻息できればいいんだけどな。範囲攻撃何も持ってねえ。厳しいな。これ今まではそうならんかった。リリア様がいれば、リリア様がいればこんなことには、かっこ撃破しないといけなくなってる。範囲攻撃ないからな。シオ？慎重行動。確実にとどめ。あ、即死攻撃だ。即死攻撃だ、これ。よし、ナイス。あんだ !8! あー、でもそんな強くないんだ。それなら大丈夫だ。は、あ、6はダメか。4。あー、攻撃力が高い。うわ、シオ！シオが、シオが一撃で半分持ってかれる。自分は普通にいたずらフォークでポコンでいけるから、マイペース。オッケー。くくくくー。はい、せーの、マイド。自分が火力担当か。よし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 。さすがに、しおちゃんがポイって言ってくれるよ。こらー、初めての食事。こらー。食事じゃなくって。そこは確実にとどめでよかった。ヨッピーだって似たらないんだもん、ほら。俺結局一緒だよ、俺じゃ。あと、ふりかけ見ろよ。720なんだぞ、これ。おい。この HP で720もどこで使うんだ。使いたい放題できるんだから。もうポチって押しだよ。しおちゃんやってくれよ。だから慎重すぎるよ、君ちょっと。あ。ああ、再び賢者に会った。ランプ持ってるんですけど、どうしましょう。よくお会いしますね。ランプの魔人が、ふむ、封印が解かれましたか。困りましたね。ん？おや、そのランプは？え、これ？押し付けられました。それは魔法のランプ。悪いものを封印できます。ああ、そうか。押し付けられ、まあ、やり方わかんない。まあ、押し付けられたんだもんね。だから元に戻すわけだもんね。ランプを転して呪文を唱えるだけ。呪文。はい。呪文は相手の名前です。ガオガエンが。繰り返し名前を呼んでください。ガオガエンって呼ぶのか。了解了解。え、あなたはできますよ。あ、怒らないんだ、岩田社長。さすが。うん。岩田社長、普通に攻めることもないんだ。さすが、大賢者だけあるわ。てか、しおちゃんの歩き方すげえな。てこてこって四つん這いなんだ、猫だと。さあ、洞窟来たね、地下の洞窟まで。まあ、来たはいいんだけど、とりあえずね、仲間をちょっとだけレベルアップはもう途中でしてきたんで、まあ、この辺りでちょっとサクサクと行きたい。体験版ほどじゃないと思う。体験版はひどかったからね。うん、期待すぎたね。地下迷宮。いや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 、もう砂漠のなんかダンジョンだよ、もう完全に。とりあえずだいぶ装備も新調したし、まあまあ、リリア様武装とまではいかないけど、そこそこ戦える。てか、範囲攻撃できるのが少ないんだよな。あ、何？早いね。ここ音が響くね。あ、エコーがかかるやつですね。小さな元にもびっくりしちゃうよ。そうなの？
よーし、わー、あれ脅かそうとしてたの。しおちゃん滑ったんだけど。さてレベル10ぐらいまでは上げてきたんですけど、うわどうもしおとかの HP が低いな。そうだね、アンラがとりあえず範囲攻撃を持ってるのはアンラだけなんだよな。とりあえず小悪魔の技もちょっといろいろ覚えてきたんですけど、甘えささやきは今意味ないな。ボスで使う、ボス向き多いな。そろそろ使ってみるか。しおちゃん攻撃力高いでしょ。やるか。このお尻をつつくって技ね、自分の行動権を味方に上げて味方に通じ攻撃してもらう。だから自分の火力が低くて持ったけど自分の方が強いんだよね。自分の火力が低い時に味方に使わせる技だけどさ、うん、あんまり、まあいいか。塩の結論もつつくか。ふふー。いくよー。新しい技。お尻をつつく。はい、せーの。おい、しおちゃんのお尻つついて。32。お、強い。あ、強いな。しおちゃん、猫パンチ、強い。オッケーオッケー。あ、これはいけるな。で、しおちゃんのケツ、つついちゃうぞ。それ。あー、でも強い。31ダメージ出るの強いな。お、アンダーいける、それ。来たか、アンダーの。クラウドだ。激薬ブラスト。これ強い。範囲攻撃普通に強い。強い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 。邪魔者は消したよ。なんじゃお前。来たー、オッケー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 。出ない出ない出ない。オッケーオッケー。クラウドだ。激薬ブラスト。範囲攻撃これが強い。強いな。リリア様の代わりに自分お前なるね。カブトガニの化石。一体で出てくる私相当な自信かと見ました。一体で出てくるやつね、これが効きます。甘いささやき。これ、まあ、効けばね、すごいいいんですよね。デバフです、簡単に言うと。珍しい防御のデバフで、かなり効くの。ほら、当たるダメージがね、1.5 倍ぐらい増えるんで、まあ、強いわな、ボスにも使います、これ。ん?もう、疲れたなぁ。もう休みたいなぁ。ヨッピー、ヨッピー、お前そんなんでいいのか?そんなにもうもういと牛になっちゃうよ。編集なんもしてないんだけど。もう聞こえたけど。ほら、牛みたいな声出てる。違う、それじゃない。え、いよいよ何?牛の代わりに、馬の代わりに牛来るか?奥の方から聞こえる。すげえやん。奥の方から聞こえるのも相当だろう、牛の声が。牛だー!ミノタウロスって言うんですかね。これ、ボスや、ボスの伏線だったね。うわ、ミノタウロス、牛っぽいけど、ボスには、あ、シュッチャーの方が早いの?いい、はい、はい、はい、二王手引っかきして、あー、馬の方を優先するか、さすがに。そうだな、さすがに技な、うん。そうだね、ジンバ一体も使ってみたいけどな。すごい技、どうなるんだろう、小悪魔はね。僧侶はなんか全体回復だったんだけど、まあここは普通に行きます。騎乗攻撃して、よいしょ、69、よしよし。あんだ、任せい。バグクラッシュ、小ダメージ与えてき。オッケーオッケーオッケー、コンスタントに。ヨッピー行け、おら。うわうわー、強い。いや結構強いな。よっしゃ、来た、甘えささやきします。これで守備力、ボス戦はね、甘えささやきをして敵のガードを甘くするっていう手法が取れるんですけど、塩のケツでも続くかな。塩ちゃんのケツ、えい、ー、一見塩ちゃん、おらーやー。それでいいんだよ。待って待って、なんか増えてる。デート先、ほら、公園、図書館、植物園って増えてる。馬とデート?馬もデートできんのか。え、ちょっと待って、ちょっとこのデートイベントちょっと見てみたくない?カラオケとかあるべや。じゃあ早速ちょっと、これ誰と行くことになる?しおちゃんとか。じゃあ行くか。カラオケ行きます。しおちゃんカラオケ。いや、砂漠でカラオケ行くな。砂漠のカラオケになっちゃった、これ。しおついてきて。しおちゃんさ、カラオケ行くようなスタイルじゃないでしょ、あの人って。はぁ、あ。どうなんの?歌います!タンバリン持っとる。ん?なんか、しおちゃんの目がさ、なんか、暇そうに、あ、目閉じとるけど。
なに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 、主張が、歌ってる人より主張激しいんだけど。しゅう邪魔しないで。しゅうちゃんそんな主張強くないだろお前。公園のデートにやってきました。やめてよ。なんで男二人で公園デート。ティラとヨッピー。ティラと楽しそうだなちゃう。なやめてよ。なんで男同士でさ、男同士でボート乗るっていうさ、羨ましいなーって、羨ましがってんじゃねえかしようが。なんだよあれ。なんでヨッピーとティ、やだ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 。なんでボートで男同士でボート乗らなあかんねえや。図書館どうなるんだろう。なんかこれ、ねあら。なに手綱ってなん、手綱だよ。ああ、ごめん、俺読めなかった。これ、蔵かな。じゃあ、難しい漢字が。キビス？ひずめです。は、はい。俺の学力のなさを露呈するだけの厳しい実況だよ、これ。さあ、来ました。ガオガエンの元にやってきました。ガオガエン。乱歩の魔人、ガオガエン。おお悪人面だな。やっぱりこうしてみると、ガオガエン。ヒャッホーすげえな。キンキン財宝めっちゃあんじゃん。なんだお前は。財宝返せ。やだよ、バーカ。バカって言う方がバカだぞ。殺すバカは俺の縄張り。間違えたら俺、俺もんだ。帰れ帰れ。封印しちゃえばいい。じゃあこれで。あ、ソロンプ。お前なんかに使えるわけ。唱える。知らない。知らないわ、草の。知らないな。ガオガエン。ガオガエン。知らないな。知らない。バーガー、やっぱり知らねえのか。ふいなじま、俺の名前。バーカ、やっぱり知らないのか、ふみじま。これもう一回とぼけても一緒かな。あ、やっぱそこは一緒なんだ。じゃあ唱えるね。はい。あそういうことね。俺の名前だよって。ガオガエンやろ、お前君。ガオガエン。ガオガエン。あ、私も知ってる。お前が自分で言ったんだろうが。ガオガエン。もうやめてやめて。ガオガエン。財布返します、財布返します。お願いやめてー。ガオガイ。許して許して許して。ガオガイ。本当に。今見てんの？笑って見て。ガオガイ。あ、これ、許されたのもしかして。ああ、これ、この辺りは無限ループするんだ。そうなんだ。じゃあ、分かった分かった。はぁ、あ、はぁ、あ。反省した？はい、ごめんなさい。財宝は町に返してきます。ヒャッホー。ヒャッホー。ヒャッホーのさ、ちょっと、なんか、語尾が弱いんだよな。ん？隣の町。なんだ？ああ、財宝。ガオガエンとニャース。ガオガエンとニャースか。なかなかすごいな。絵面が。ご迷惑をおかけしました。この財宝をお返しします。あら、まあ。ん？うわぁ。あ、大魔王トランプか？まさか。ここに来る。隣の町の友のどうもよ。お前たちにもくれてやろう。絶望な。え？ちょ、待って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 。その演出、これ戻ったらもうそうじゃん。戻ったらもう来るじゃん、フラグが。もうさ、曲不穏だし、ボルサリーノ、お前生きてたのかよ。ちょいと、あんた聞いてくれんか。もっと大変なことになってしまった。こんな大魔王が来おってんな。なんと、みんなの顔を奪っていったのだ。ラッポルマ人どころじゃないぞ。本当にとんでもない奴がいたもんだ。それじゃ大魔王トランプめ。みーちゃんの顔まで奪いおって、お前なんで無事なんだよ。ボルサリーノさすが無事だったら、ヤタの鏡とかで返したんかな、呪いを。わしの生き甲斐を返してくれ。大魔王ピラミッドに飛んでいった。あんた何とかしてくれんかの。なるほどね。
ああ、取られてるじゃん。いや、踊ってんだ、それでも。それでも踊ってんのか、お前。ピラミッド。なるほどね。あれ？ちょっと待って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 。ちょっと待って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 。生地顔を作ったからさ、顔がピンクと青になっちゃってんな。生地、そうか。これもピラミッド？ポポとナナも。そうか、生地その、青とピンクで作られてんのか、この顔。たけし、お前無事だったのかよ。むむむ。宝物庫行ってどこに？いや、たけし、お前なんで無事だったんだよ。ん？いや、私は探検家たけし。毎日ピラミッドを探検してるんだ。いや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 、よく無事だったね、君。ちょっと聞いてるの？聞けるか！炭治郎はとりあえず、炭治郎奪われて、大魔王大変じゃない？いやいや、もう大変だったんだよ。あんたいつも一言みたいに。いや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 、触れてあげてよ、そこ。あ、ちょっと遠いんだな。あれ？ガオガイの顔もない。取られてたのか。使えない部下だからかな。あー、ニャース顔まで取られてる。みんな取られたんだな。あ、でもなんか一人だけ違うとこにあるのか、顔。あー、そこにあるの。じゃあ一人ずつ回収しに向かう感じだね。大変そうだな。